日本東京都葛飾区東金町東金町は東京都葛飾区の地名。住居表示実施済み。現行行政地名は東金町1丁目から8丁目。郵便番号は125-0041。葛飾区の北西部、金町駅の北に位置する住宅地、市街地が大半を占めるが、一部、水元公園の緑地も含まれる。北西で東水元1.2丁目。 西が南伊豆元4丁目及び新宿6丁目南で金町3.5、6丁目北が埼玉県三里市港周4丁目東で江戸川を挟んだ対岸に千葉県松戸市城矢切小山松戸と隣接する住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば東金町1の3の1の地点で37万8千円 平方メートルとなっている。詳細の歴史に関しては、金町の歴史を参照のこと。もともと下記で述べるようにできた地名、地域であり、明治以前からある金町村にあった寺院、神社、史跡のほとんどが現在の東金町内に存在する。1966年住居表示実施に伴い、それに先立つ1963年に交付された。 葛飾区条例と施行規則に基づき、旧金町を上磐線を境に南北で分割した際、北側を東金町、南側を金町と行政に寄り付けられた地名である。同時期に葛飾区内で区画分割で新しくできた地名には南水元の一軒を除き、他は東、西となっているのが特徴である。2017年12月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。